はい、こんにちは。どうも。来ました、韓国。やっぱ僕、まあ、日本で有名なスパイクコレクターなんで、今日ちょっとね、韓国のスパイク事情をちょっと見に来たのと、なんかレアなやつがあったらもう買っちゃおうかなと。いいですね。こちらの、なんていうのかわかんない。サッカーなんかね、ミズノもあるみたい。モレリアとかも、海外限定のモレリアとか売ってるかもしれない。あたりですね。多分ね、日本にないような、今ちょっとチラッと見えるけど、まだ発売してないやつとかもあるわっていう。早速じゃあ行ってみたいと思います。はい。いきなりね、もう日本で売ってないやつ、もう見えてます。売ってないんですね。売ってないですね。いや、すごいですね。もうこのフント GX とこれもう、これ日本で、まあ出てないですね。めっちゃ早いんですね。いや、出て、これ限定払っちゃうかな。見たことない。うわ、これ出たばっか、まだ出てないんじゃん、これ日本で。やっば。ファントム GX、 今ほとんどの選手今履いてるんで、めっちゃかっこいい。これ買って買おうかな。これも出てる、ファントムルナ、やば、早いな。これまだ出てへんのじゃん。出てへんやついっぱいですね、やっぱナイキ履いてるんで今。初めて来たな、こんな韓国のスポーツショップ。これもあるんや。これ買っとこうかな。これロナウドのモデルっすね。CR7 ですね、これ。買っといた方がいいんちゃう。店長に電話しようかな。やば。すごいな。このモレリア、海外限定のモレリアネオ3のベータ置いてます。海外限定なんですね。すごいな、海外限定の。この色の見たことない。かっこいい、これ。うわ、すげえな。モレリアネオのトレッシュや金の。これ日本で速攻完売したやつ。完売したのに韓国にあるんですね、あるな。ワールドカップのやつやのに、まだあんねや。来てよかった、でもほんまに。よかったですね。いや、こっち、まだほら、プーマももう、すごいプーマのコーナーも見てください、これ。かっこいいやん。いっぱいあります。有名人、はい。あ、ほんとだ、なんか映ってます。あれのサインです。お兄さんがめっちゃいい人やった、印象に写真撮ったけど、めちゃめちゃいい人やった。まだ日本出てないやつとかも買っちゃったんで。いいですね。はい。あとね、ゴールキーパーなんで、なんかキーパーグローブも買っちゃいました。日本で売ってないやつ。うちのチームメイトにちょっとプレゼント、お土産。おお、優しい。日本でちょっと売ってない色のモレリアのトレッシュがあったんで、日本で売ってない色のモレリア。かわいいですね。これね、視聴者プレゼントしようかな。おお、はい。視聴者プレゼント。視聴者プレゼントするんで、また見ておいてください。はい。いやでもめっちゃ大満足でした。なんとね、はい、さっきのお店からたった 300m で、はい、結構韓国最大の、サッカーショップ、タポさん、これ多分全部ね、これ全部サッカーのビル。さっきこんだけ買ったのにまた買わなあかんかもしれん。とりあえずちょっと行ってみようかな。撮影交渉したんですけど、はい、OK でした。よかったです。全部最新作あります。日本で売ってないやつめっちゃある。これ今うちの息子履いてるやつ。そう、息子さんの。うん。この時間で学校ないか。子供はいっぱいおんねんか。どうですか。そんな珍しいもん。あ、ないんですね。そんなにないですね。時期的なもんもあるんで。でもまだ日本に出てないシリーズがやっぱり。なんか買いたいな。韓国のサッカーショップは基本的に寒いです。寒いですね。気をつけてください。ちょっと
緊急で炎上君、はい、炎上君フットブーツから連絡あって、はい、これも日本にないらしいって。プレミアの、来季プレミアのトレシュ、はい、すごい可愛さそうなんで、そういうことができます。いやなんかいろいろありますね、ないやつが。日本にはないやつが、はい、こんな近いのに海外限定のやつとか結構あるんで、まあ皆さんもね、もしよかったら近くなって来てみてください。はい、これこのまま隣のアディダスに吸い込まれていくのか。はい、隣のアディダスも、はい、今日ちょっと見ようかな、行きます、はい、じゃあさよなら、はい